さあ今日はついに恋カジ TV さんが来てくれました。恋カジ TV の小木です。梶川です。いやー、お願いします。コント漫才の始まりで定着みたいになってますけど、お二人自主トレ中ということで、今ねどちらにいるんでしたっけ。宮崎県の都農町という。うわー、ちょっと、はい、3日目でしたっけ、自主トレ。今日は2日目で、明日トレーニングして、明後日の午前中に帰ります。あ、うわー。それで東京帰ってきて、キャンプインっていうことですよね、ヴェルディの。このまま指導、そうですね、指導。9日から指導なんで。昨日ライブ配信やられてたじゃないですか。撮ってるのが今1月6日なんですけど。6日なんですけど、ね。5日目のライブ配信ね、先生、見たんですけど。ええー。お二人、昨日よりちょっとほっそりしてません？今日は結構ハードだったんで。しんどかったですね、本当に。これ先生貴重ですよね、自主トレ中の選手のね、話聞けるなんて。お時間もないと思いますんで、もう眠いでしょ、だって。いや、本当はたらふく時間あるんで、もう本当は朝まで行きたかったんですよね。だってもう9時18分、こんな時間に本当は撮らせていただいちゃダメなんですけど、ね、無理言ってすいません。だから、何時ぐらいに寝てるんですか、いつも。自主トレ中とか。昨日は多分本当に出発が、はい、僕、うん、純喜くんのように5時半に迎えに行ったんで、あ、出た、迎えに行ってる。恋カジさんといえば、はいはい、なんでもうマジで疲れてて、はいはいはい、でも昨日も二部練したんですよ、はいはい、しっかり、はいはいはい、なんで、はい、もう結構その YouTube ライブもしてたんですけど、はい、二人とも顔眠そうみたいな、めちゃくちゃ言われてて目充血して、ちょっと目血走っちゃって、10時半過ぎには多分寝てました。あ、そうですか。じゃあ今日もね、そのぐらいの。でも今日はもうだから逆に元気です、はい、なるほどね。本当ですか。昨日早く寝て、お昼も、はい、何しない昼寝もしてるんで。あ、そうですか。だからここに合わせてたんで。我々ね、一回10月に横浜フットボール映画祭さんのイベントにね、お邪魔させていただいたときに、一回対面でご挨拶もさせていただいて。やっとお会いできたなって思いましたもんね。本当にそうでしたね。感激しました。すごく、いい方でというか、丁寧な方で。そうなの。ね。僕が知ってるサッカー選手結構、あ、こんにちはって言うと、みたいな方も多い中、じゃあ、いい人だけど、なんかこう、いまいち表現、ね、上手じゃない方いらっしゃるじゃないですか。はい。あいさ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 い、うっす。お二人は、どうも小池でございます。どうも、立川でございます。私が、みたいな。ね、いやいや。答えていただいて。逆に騙されてるかもしれないですね、もう。よしよし、はい、うまいこと言ったなって。そうなんです。いや、恋カジ TV をね、見せていただいてるんですけど、ええ、やっぱりすっごい見てられるんですよ、ずっと。やっぱお二人の人柄がやっぱりその何を喋ってても見てられるんじゃないかなっていう。ってことは、はい、って言われるぐらいやから再生数やばいっすよね、じゃあ。どういうことですか ?80 万ぐらい。80万再生ぐらい見られてるはずなんですよね、僕ら。いや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 、1700ぐらいなんですけど。いや、そんなことない。これからだってぐいぐい伸びていくやつじゃないですか。そう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 。ああ、そうですね、岩田さんとね、できたことでね。ね、はい、僕だってこれで伸びなかったらもうぶっつい言うたろかな。言うたろかな。小池選手の娘さんがもう可愛すぎて、もう夢中夢中ですね。あの動画よりはだいぶ大きくなっちゃったんです。本当ですよね。あ、そうか、そうなんですね。今年5歳なんで。あ、そうか。動画を撮ってなさすぎたので、この1、2年全然撮ってなかったんで。そうですよね。また、ね、やり始めたいなと思って。徳島の海の前のエクササイズ昨日やってたんですよ、僕家で。本当ですか、あれって、はい。あれマジきついですよね。きつかったです。けど、綺麗。あれ、スマホなんですか？俺スマホ、あ、違います。あれカメラでした。めちゃめちゃ綺麗な。やっぱ徳島の環境、ああいうの撮れるのもいいですよね。いや、海とか結構綺麗んで。はい。はい。で、周りもあんまり人いなかった。まあコロナ禍っていうのもありましたけど。あ、そうですね。うん、でもね、ただもう夏にきつかったっすもん。暑かったっす、僕もあれは。そうです。コロナ禍の動画もね、我々もいろいろ大変でしたけど、お二人もオンラインドッキリをね、
掛け合う。ぜひ皆さん。掛け合うだな、うん。ほぼ掛けられてるんですよね、僕が。ドッキリだったね、あれは。今回はドッキリいけたやろうと思ったら、これも逆なんていう。はい、恋カジ TV のこの YouTube チャンネル始めようとしたきっかけみたいなのって何だったんですか？最初は、今、ゆこさん、10月お会いした F コネクトをずっとやっていて、はいはいはい、なかなかこう、なんていうかな、F コネクトを知ってもらうのに、どうしても僕らの後ろにその活動があって、はい、認知がなかなかこう、はい、まあ、認知度が上がらないっていう課題はあって、で、YouTube で違う層の方にリーチできたら、なるほど。ここからまあ僕らを知ってもらったりとか、まあ、その後ろにある活動を知ってもらえるんじゃないかっていうのが最初の目的。うん、2015年からか。まあ、2014年に初めて、たまたま、縁があって、二人で、鎌倉の児童養護施設に遊びに行くきっかけがあって、そこでの経験をきっかけに2015年から、児童養護施設の子供たちを支援する活動を、そしてその F コネクトのメンバーの、まあ、成長を目指すというか、うんうん、まあ、そういうグループとして活動をスタートさせて、まあ、児童養護施設って、なんか理由があって親元を離れて、共同生活している子供たちなんですけど、うんうん、まあ、18歳までしか施設にいられなくて、そうですね、その後退所して自立しなきゃいけないっていうのがあるので、なかなかこう夢とか目標を持ちづらい環境というのを施設の方にお聞きして、はい、うん、まあ、僕らはまあ一つ、まあ、サッカー選手という夢を叶えることができたので、まあ、僕らと交流というか触れ合っていく中で、僕も頑張ってみようとか、私も何か目標を持ってみようと思ってもらえればいいなと、あれこれ、8年目か今年。そうですね。仲間も増えて、今 OB、一人引退しちゃったんですけど、はい、OB と選手で今11人で活動してるて、はい。はー。下に出しておきますね、そのメンバーは下に。ありがとうございます。すいません。よろしくお願いします。なんでそんな仲いいんですか？だっていろんな人と会うわけでしょ？いろんなキャリアの中で。はい。やっぱ馬が合うというか。なんですかね。なかなか、サッカーを除いても、ここまで仲良くなる選手はいない。で、一緒のチームでやれてるっていうのは、ほぼ奇跡に近いんじゃないかなと思います。ね、そう思います。この形も、でも、チーム別になっても、YouTube、ペアで続けられるっていう、うん、すごい例ですよね、これね。すごく、フロンティアなんじゃないですか、これね。そうですね。なかなか多分、ここまでは。はい。はい。ここまで一緒にいろんなことを別のチームでもできたり。まあ、ずっともう連絡は本当にずっと取ってたので。はいはい。僕、長崎行った時に、純喜くんは当時、千葉。横浜の後、千葉。千葉ですよね。その時もずっと連絡は取ってたので。ああ、そう。まあ、それは、まあ、Aconnectの活動があったっていうのもありますけど。単純に、ね。ここまでずっと、はい。だから、いろいろやり取りしなきゃいけないっていうのもありましたし。んで、でも、本当にチームが別でも同じようにずっといる関係の人は正直もういないんで。まあ、そうですね。ファンの方もね。まあ僕は2個上の先輩なんで。はい。はい。友達とか言ってくれたりするんですけど。いや、まあ先輩で僕はまあ友達なんですよっていうのもおかしいんで。でもなんか梶川さん、こうあれですよね。まあもちろん、なんか普段ではその敬語を小池選手に対して使ってることもあるけど、なんかそんなこともなくフレンドリーというか、なんか分け隔てなくこう誰とでもこうなんか接してらっしゃる姿ってなんかよく見るなと思うんですけど。ああ、もういじられてるだけなんですよ、ね。若手がね。若手がもうめちゃくちゃなんで。そういうことなんだ。いじられる先輩でありたいってやっぱ思ってるんでしょ、やっぱそこはね。あ、まあ、やっぱ美味しいですよね。始まりがね。だから今、ヴェルディで唯一後輩としているのは真宙だけです。真宙だけです。真宙選手。真宙だけが、まだちゃんと後輩としてやってくれてるなと思うんですけど、もう、もうでももう結構時間の問題。あ、もうあとはもう全員もう、おい、みたいな。いやいや、確かにな、そんなことだ。ヴェルディのお話になりましたけどね、うん、お二人今シーズンというかこのね去年のシーズン振り返っていかがですか？小池選手なんかはキャリアハイのね250得点でしたっけ、うん、世界行ってくれ、もう世界行ってくれ、ちょっとバカなもんで、ね、17ゴールね、サッカーでしたけど、うん、まあ、一昨年に2019年に16ゴール取れて、うん、はい、それもキャリアハイだったんですよ。はいはい。2歳でキャリアハイで、はい、それまでのキャリアハイが6ゴールだったんですよ。そうですもんね。それを更新して、
16で、まさか34になって、いやーすごいですよね。そのなんですかね、5点とかじゃなかったので16ゴールの壁だったので、いやそこを超えられるとは正直思ってなかったんですけど、だいぶ2桁に乗せたのもタイミング早かったですもんね。そうですね、半分で超えてたので、うん、なのでまあ一昨年は7ゴールで終わっちゃって、もう一回二桁取りたいっていう思いは。やっぱりゴールもすごいんですけど。はい。しかもこうね、いわゆる、ど真ん中のポジションじゃなくてね、いわゆるベルディ的に言ったら、いわゆるワイドストライカーのポジションっていうところもあるし、はい、ちょっと本当は離れたところから始まってるのもあるから、すごいなって思いながらも、やっぱそこにボール供給してるやっぱり男が中盤にいるなってやっぱり思ってしまって、ずっと見てるじゃん、この人っていうね、梶川選手。そうですね、まあ。その昨年おととしか7ゴールって言われたんですけど、うん、僕ベルディの試合もやっぱ割と見てたんで、でずっとうわずっと動き出してんなみたいなずっとやっぱ思ってたんですよ、うん、で見られてないなみたいなのはちょっと正直見たりしてたので、やっぱそこの動きは本当に常にやってるんで、だからちゃんとそこを見逃さなければチャンスになるなっていうのはやっぱり去年もやっぱり感じたんで、本当出し手の問題にはなるなとはすごい思ってました。ダゾーンで見てて、あ小池選手動き出してる、あ俺だったら出してたのになって思ったりするんですね。まあ俺だったら出してたのになっていうのはちょっとあれおこがましいですけど、でもあ今動き出してるなみたいなのは。小池選手いかがですかそれ聞いて。そうですね、本当にもうそこで勝負してるので、はいはいはい、受けて出し手の選手がいかに自分のことを見てくれるかとか、はい、いかに自分が呼び込めるかなんですけど、だってダゾーン通して呼び込んでるわけですからね、ダゾーン通して見てもらってるわけですからね、すげえ、すごいな。やっぱりあの相方が帰ってきたっていうのはこう精神的にも大きかったわけですか。そうですね、一昨年が7ゴールで、カジがいた2019年と21年は確かにそういうことですね。でもね、じゃないかなと、たまたまですね、ほんまに。だってヘディングはじゃないですか今年のヘディングのシュートはすごかったっすよ。ヘディング取っちゃったね、あのパライバ選手からのね、あ, そうそう、あれをあれもヘディングふわっとしたボール、うん、パーンって決めた、ゲームみたいでしたもんね、あれ俺もあ入ったって感じでしたけど、はい、引き出しちゃった。そうです ね動き出しのその引き出すところは結構自分の中ではパーフェクトに近かったんですけど、まあ、シュートに関してはちょっと、まあ、まあ適当とまでは言わないですけどもう当てるっていうのをイメージしたぐらいだったんで、いいとこ行ってくれたなって感じ。毎節点取ってるイメージでしたもんね、序盤戦特に。カジカさんも矢のようなミドルシュート。いやいやいや、嫌でしたね。どれのことが山口戦かな。山口戦はでもあれですよ、あの僕右上の隅狙ったんですけど届かなくてキーパーの前でワンマンしてきたんで。あれは偶然矢のようになってたってことですか。本当に山口戦に関しては止めて、はい、それも純喜くんからのパスだったんで、折り返しっていうか、で、トラップして、はいはい、で、前行って打とうと思ったら届かなくて、ただピッチ乾いてたんで、回転かかって、キーパーも、なんかブラインドになってたんですよ、僕がシュートの時に。言わんでいいですよ、狙ったって言ってください、また。ご謙遜を。いや、でも本当に見て、映ってるか分かんないですけど、めちゃくちゃ首かしげてます、あの時。そうなんですか。あったあったあった、確かにあった。入った。入っちゃったな、みたいなやつね。そうですか。やっぱ言わなきゃバレないのに、そんなの。いや、もうあれはもう僕もでもずっと言ってます、もう恥ずかしかったんで。いじられてたんで、はい、僕も。まあさん、そしてみんな、はい、お二人もなんですけど、はい、小池選手がね、こう、わかりやすく、こう、得点っていうところで自己ベスト取ったってのも、うん、まああったんですけど、僕ね、今回調べてきたんですよ。カジカーさんもね、今年ね、はい、2021シーズン、だいぶいろんなところで、さすがデータマン自己ベストの数値叩き出せたってところがあったので、ご紹介させていただきたくて、はい、なんかすごいなと思ったのは、ドリブルでの突破の成功率が高かったんですよね。全然そんなイメージない。ドリブルしてるイメージない。本人もないんですか？本人もなかった。ドリブルしてるイメージは全然、僕だってその一人で1対1とかで抜けるタイプではないんで。確かにそうではない。基本周りを使おうっ
っていうか、まあ、基本、ワンタッチ、ツータッチでできればって感じでやってたんで。一応ね、データ上で出てきたのが、ドリブル突破の成功率が、いわゆるキャリアハイド、約 70% ってのがあって。あとは、これが僕の中で一番すごいなと思ったのが、いわゆるあらゆるアクションあるじゃないですか。タックルとか、はい、そのドリブルもそうだし、何でもかんでもですけど、その全部のそのアクション成功率が自己ベスト 86.11%。ほぼだからミスないなっていうので。すごいね。それは全然。ない、やっぱプレイヤーなんだなってこと思いながら。そんなことを調べていただいてありがとうございます。いや先生、ちなみに巻いて、巻こうとしたあのシュートはミスにはなってないんですよね。入ってるのです。成功。ああ、よかった。あれもミスですね。ありがとうございます。もちろん大成功ですよ。いや、どうですか、そのデータ、ご自身。いやー、そんな全然、本当わかんないじゃないですか、選手やってて。そうですね。GPS とかはつけてるんで、数値とかはわかりますけど、そういう成功率とかは正直全然わかんないんで。だから、すごいありがたい、ありがとうございます。これを本業としておりますので。ありがとうございます。これ、昨日ベルディのもう一回うちで出させていただいてるベルディさんのデータとか見たんですけど、まさかね、ご本人たちに見ていただくと思って作ってないですから、これでも、なんか、恥ずかしいとか申し訳ないとかね、先生ね。そうですね。どう思ったりするんですか？もちろん、こう、内側で考えてることと、いや、全然違うわ、とかっていうことも、もちろんあると思うんですけども、アドバイスいただきたいんですけど。いいよ、名前挙げてもらったり、ありがたい。ありがたい限りなんか、こう、わざと挙げていただいてるのかなって思ったりとか。すごい、これは忖度みたいにしてもらってんのかなもう出したくてもしょうがなくてもう届けとばかりに毎回ね、ありがとうございます。嬉しいです、もありがとうございます。こんな憧れの J リーガーさんがね、だって動画見てくれてると思うとってことですもんね。そうですね。なんかもっとこうしたらいいとかありますか？よう言わないですよね、そんなこと。いや、もういろんな分析があって面白いと思うので、ありがとうございます。すごいよね。いやー、ほんとですよ。でも半端じゃないじゃないですか、その分析の量が。この人はいやー、もうマジでやめろやめろ、おかしいじゃん。もう駅伝もなんで知ってるんだそこ。駅伝とかも詳しい。駅伝もやってるんだと思って詳しいんですよ、駅伝。とんでもない情報量の集め方だろうなって、寝てはるのかなって思いました。いやー、もう十分寝てます、ね、十分寝させてもらってて。でもだからお二人のことはやっぱり、なんだろう、やっぱユース時代とか梶川大学時代かな、多分からは知ってるなーってのがすごくあるんで、本当ですか。そう、小池選手は僕はやっぱ同い年なんで、ユースから昇格したタイミングでもやっぱり覚えてるんで、あ、同い年がついにプロかみたいなところがやっぱりあったからギリギリ、はい、掴み取った、はい、そうだから、梶川さんもあれですよね、大学2年と4年かな、リーグアシストとか取られてたじゃないですか。はい、まあ、なんか、ちょっと大学のアシストの言い方って結構イージーやったりしてたんで、すごい助けられたなっていう形での、アシストをやったなと思いましたけど。うん、でも、だし、あとね、小池選手、ちょっとこれは調べてちゃんと来ましたけど、中学時代とかはあれでしょ、ほぼ試合数よりも得点数の方が多かったみたいな。そうですね、そういう時期もありましたね。まあ、県内での話ですけど、関東大会とか出られなかったんで。ね、メッシか小池がってこと。いや、そういう、そうなの。本当にそう。そうなのよ。坂戸ディプロマッツ時代ね。あ、そうです、そうです。この時に19番をつけてて、うん、で、3年間19番で、まあ、自分にとってはいい時期を過ごしていて、で、ベルディに帰ってくる時に、背番号の、こう、選択肢がいくつかあったんですけど、はい、に19があって、ちょっと、その、まあ、お世話になった森祐介さんとかも19番つけてたりとか、それ以来の。あと、その、まあ、中学時代に一番点取ってたから、あやかろうじゃない。はぁ、その19番な、なんか、はい、くじ引きで決まったんでしょ、その19っていうのは。そうです。なんか当時中学生の時に、坂戸ディプロマス、新しいチームだったんで、はい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 。すげえ、その時違う数字でいい調子だったら、今その数字だったかも、4番だったかもしれないってことですもんね。あれ、おるな、4番。あれ、4番おるな。そうですよね。くじ引きだった。あみだくじかなんで。はぁ。決めて、で、その、でも練習試合の背番号だった。はいはい。いや、19番のストライカーかっこいいですよね。あんまいないですよね。なんかこう、
あ、そうですね。ね。19番あんまり多くない。小池選手の番号って感じしますね。しますね。確かにね。梶川さん 4歳の時につけた番号。そうですね。やっぱ4歳で始めたっていうところが、やっぱりサッカーを。忘れないでおこう。思い出ね。驚きの4番でしたよね、本当に。驚きの。なんでですか。4番って感じでしたね。聞いた時。知らなかったんですよ。自分で選んだわけじゃないってことですか？あ、違います。あの、監督に選んでいただいてたんですけど。はいはいはい。で、僕、一応でもやっぱりあの、リクエストはできるんで。はい。で、プロ1年目つけてた23か、はい。大学の強化してる時の38でリクエストしてて、はい。で、あの、蓋開けて来てみたら、4ってなって。あんまり馴染みがなかった。いや、もう全くですもん。一桁もあんまりないんですけど、なんか似合ってますね、もう割と前目なんで、はい、うんうん、そうですよね。4ですか、4で大丈夫ですかみたいな。だ19と4でそのプレースタイルって結構なんかでもいいハマり方っていうかね、個性的ですよね。うん、だからなんか1年でしたけどつけたのは、かなり愛着は湧きましたね、4も。そっか。で、来シーズンはね、キャプテンということでね。あれ、リコーゼでしたっけ？すいませんって言って。リコーゼ。そんななんか高校生みたいなこと言ってた。ああ、そうなんです。で、そこはまだわからないんだ。これ、あの、お二人、そのサッカーのデータとかって、選手自身もいろいろ上がってきたりはするわけじゃないですか、うん、スカウティングとか。どのぐらい気にして取り入れたりするもんなんでしょうか、シーズン中とか。まあ、傾向とか、あの、分析、相手の分析だったらね、はい、傾向とかはやっぱり出ると思うので、あ、スカウティング、相手のスカウティングとか。サイドからの得点が多いとか、はいはいはい、デッドプレーでのゴールが多いとか、そういうのデータとしては出てくるので、うん、はい、まあ、それを参考にしたりして。自分たちのデータはもう本当にどんぐらい走ってましたとか、はい、あの、ピッツとかね、そうですね、個人のところで言うと、なんか今回あんま走れてなかったっぽいんですけど、どうですかとか、はいはいはい、フィジカルコーチの人に聞いたりとかはしますけど、そんなに何か取り入れてっていうところまでではないですかね。まあ、とはいえ、でも、梶川さんの、あの、まあ、なんか具体的なことまで言うとちょっとあれなんですけど、なんかずっとプレスの数値高いんですよね。梶川さん。そうなんですか。うん。だからやっぱそれは、なんだ、やっぱり湘南、あの時の湘南経験性とか、もしくはやっぱり、それは間違いないですね。感覚自体がでかいの。そうですね、高校も結構あの走りましたし、うん、で、大学は1年生の時、鴨修さんだったので、監督が。わあ、そう。でも、オールコートプレスのもう代名詞の方だったので、そうですね、もう、ビビるぐらい走らされたんですよ。ビビるぐらい。だから本当にあの、プロになってからも、フィジカルトレーニングとかあるじゃないですか、はいはいはい、走りとか見る、はい、でももう今までの大学を超えたことはやっぱなかったんで、はあ、見事に自分が1年から4年になるにつれて、あ、もう体力どんどんついていってるなっていうのは感じました。あ、そう、その時期大きかったんですね、はい、あとはまあやっぱ湘南で危機管理能力みたいな、張さんがやっぱそこの戻るところとかはすごい厳しかったの で、ええ、で今までやったら自分はこう戻ってなかったところとかをやっぱ戻るようになったりとか、そういう穴埋めするところっていうのはすごい意識づけられました。うん、ああ、やっぱそうなんだ。それにやっぱ経験値も乗っかってきてっていう感じになってきてるんですもんね。そうですね。で、やっぱあんまりみんな嫌がるというかしんどいじゃないですか、正直やっぱ走るっていうのは。で、なんかみんながこうやりたくないというか、そういう作業を僕は逆に好んでやってるって感じです。ああ、そうなんだ。ちょっとこれ、まあさ、皆さん一応念のためなんですけど、はいはい、梶川選手のあの、ディフェンスのその、いわゆる勝率、うんうん、相手との、いわゆる成功率みたいなもんですけど、うん、これの成功率も実は毎年上がってるんですよ、ずーっと。へぇ、そうなんですか。そう、だから、それも知らない。もしかしたら今までその持ってらっしゃるその持久力みたいなところにプラスして、やっぱ経験値乗っかってくるぐーんとまでいくから、あと20年ぐらいやられる。知りない。考慮してる、ね、まだまだエフコネクトのねえ、それとさ並行して座っていけるんじゃないのかなちょっと思ったりしましたね。いける、お二人どんどん、はい、戻るじゃないですか、ディフェンスとか で、ね、でその時に周りの選手が奇想で戻れてないところを、うん、一生懸命こうダッシュで戻った時にすごい気持ちよさって感じ。だからもうなんなら、そのなんか、あの、あ、きついなって思ったら、ちょっと、
あの嬉しいです。はあ、かっこいい。かっこいいな。タフガイなんですね。可愛らしい顔してされてるのに。まあでももう総力で勝負してる感じ。だから僕も、うん、あの純喜くんはセントリアで、はい、僕は走り屋みたいな感じでやってたんで。はい、なんか素晴らしいですね。どんどん年齢とともに経験も積むと同時に、なんか元気になっていってますよね、お二人。これやっぱ YouTube やってるって大きいですか、活動に対して、選手としての。そうですね、やっぱいろんなことに興味を持ったりとか、はい、まあ、よく言うんですけど、サッカー界って意外と狭いというか、あ、なんかおっしゃりますよね、限られた世界なので、はい、本当にいつものメンバーにいつものコーチングスタッフとかしか会わないじゃないですか、で練習終わって次の日の練習に備えてまた次の日練習行くっていう生活を1年していると、うん、本当にそこの輪からなんか外に情報取りに行かないと新しい気づきとか学びはないと思ってるんで、なのでそこを輪から飛び出してなんかいろいろやると、まあこういうふうに今日みたいな出会いがあったりとか、人とのつながりとか気づきがあるので、そこは僕らはすごく大切にしています。なのでそれはいい影響だと思います。いや、まあさ、小池さんの発言が経営者のそのものの発言だなって確かにね、あのすごい社会性感じますよ。よくあるなって、こういう感じすごいなって今思ってしまった。試合の前のね、こう YouTube で言ったことを試合で実現させようみたいな、うん、ちょっとそういうのもあったりするわけですか。そうですね、やっぱ勝敗がやっぱ影響はしてきますし、はいはい、まあ上げようと思ったら上げれるんですけど、はい、やっぱどうしても難しい部分は出てくるので、タイミングでね、チームの、はい、はい、もうやっぱりなかなかこう負けが込んでた時に、じゃあ YouTube でこう楽しそうにわーわー言ってるのってやっぱ難しいかなって、別に悪いことではないと思うんですけど、でもやっぱちょっとそこは気にするんで、やっぱってなるとやっぱ勝ちっていうのがすごい大事になってくるんで、その最後2人でトークした後に連勝で終われたっていうのはすごい良かったなと思ったんで、なんか2人をパスコース探しちゃったって言ってましたもんね、この YouTube のことがあるから。2人で決めようみたいなね。いや、はい、いいと思う。最終節は特にそうでしたね。なかなかピッチ上の11人応援しながら22人見ながら、あの2人コンビだからあの2人で決めないかなって思うことなかなかないじゃないですか。だからそのユニット感ってすごいいいなって思いますよね。だいぶ本当いろんなところでその小いかじっていうフレーズが認知されてきていて、はいはい、それこそ山形だったかな、アウェイ山形に小いかじっていう芸風をやってる。わー、すごい。アウェイの方で、アウェイ、そうですね、すごー、ようこそ小いかじ。いや、だから本当嬉しかったですね、浸透してきてる。すげー、ぜひ来シーズンはあのワンツーリターンで小いかじ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 、こぼれたところかじまたこぼれた、こいそれめちゃくちゃ外してないし決めろよってなんないですか、こいかじいいな、見たいです、確かにね。あと僕これ見たいんですよ、やっぱその、うん、やっぱりエンターテインメントなところもあるじゃないですか、サッカーも勝負だから、うん、はい、だから、はい、試合の前の日に2人でね、待ってろよ千葉琉球、明日やっちゃうな、おら、ここからここのここでガンでこうだ、絶対勝つからな、じゃあな、プンって切れて。で、もうあの、さっきの話ですけど、もし結果出なかったら、あげなくても面白いじゃないですか。あ、確かにね。そうそう、あげねえぞ、あいつらっていうね。これあの、なんだろう、かわいいじゃないですか、かわいいじゃないですか。これ、F コネクトメンバー同士でだったら、それどうなんですかね、それ。厳しいかな、それ。いいと思いますね。うわ、見てみた。やってもいいんじゃないですかね。どうですか、もちろん。全然。でも、もちろん今冗談で言いましたんで、ご自身は分かってますんでね。なんか難しいことは分かってますから。勘違いをされる方がいたら、そうですよね。そうそうですよね。いろいろな思いで応援されてるわけですからね。すいません、もう、ヨタコメディアンがすいません。そうですよね。今日雪なんですよ、東京。いやー、ちょっとね、なんかニュースとかではちょっと見ましたけど、めちゃめちゃそうなんですよ、ですっごい寒くて、こっちはめちゃくちゃ暖かいんで、ね、あったかかったです、今日の午後は。宮崎今はちょっと寒かったけど、はい、今日の午後はあったかかったんで、いや、よかったなと思います、こっちで暖かく激しいトレーニングできたんで。いや
じゃあまだ残り2日間も、ね、眠いでしょもうね。あ、ごめんなさい、30分過ぎてる。もう30分設定忘れてた。早もうそんな早っ。そうなんですよ、あと2時間はできます。いやいやいや寝てくれよ。でね、今日僕寒いんでね、雪の中ちょっと歩かなきゃいけない時があったんで、あ、寒いと思ったらあのお店があって、うわちょっと入ろう、ご飯食べようと思って入って、鍋焼きうどん食べて美味しかったんですけど、うん、美味しいなと思ったんですけど、まだね僕食べてないうどんがあるんですよ。二人食べたいうどんが。ちょっとうちの、カジカワ味にいいうどん。もちろん、カジカワ味にいいうどん。ちょっと待ってくださいね。今味にてたら作れちゃうかな。あ、キャンプ中はあのお店やってないんですね。そうなんですよ。あれもう本当にすごい短期間しか空いてなくて、ね、それもあの、予告とかもしないんで、今パッてやって空いてなかった。あ、そういうことなんですね。ちょっとあれ実現してほしいですね、恋カジイベントでね。そうですね、一日中子供たちにアジリティうどんね、やってほしいですよね。ってことは僕は一生踏んどかなきゃいけないで、ね、そういうことです。でもアジリティを見せれるわけですから。まあそうですよね、ショーだよね。なるほど。いや、ショー、あれ、ショーだと思いますから。エンターテイメントですね、はい、本当に。ラダーのやつとか、びっくりしましたもん、あの速さ。超速いですよね。ねえ。いや、まあ、あれです、ちっちゃいからできるんです。足がもう、すっとすぐ、自分の脳からすぐ伝わる。あ、近いからってことです。めっちゃ速いです。はい、もうすぐ行くんですよ。そんなシンプルな考え方なんですね。なんか役に立てないですかね、先生。なんかちょっと。なんかできることあればね。面白プロジェクトできないですかね。いや、ほんと、プロジェクトしたいですね。いや、それこそ今度は F コネクトのメンバー全員にこう出ていただくとかもちょっとなんかやってみたいなって思います。あと、それこそベルディのあの若手の皆さんと共に出ていただいて。すぐもう呼んだんですよ、もう。いやいや、いろいろあるでしょ、ちょっと。あの、ベルディは本当にいろんなことを、あの、やらせていただけるので、本当にこういう感じも公認でって言ってもらったんで。あ、すごい。だから練習着とかでも全然出てよくて、この前も本来は、ね、あのピッチでそれこそあの若手4人をあの参加してもらって、ました、あの、はい、ボレーとかやったんですけど、あれも、はいはいはい、先に許可取ってじゃなくて、はい、先取っちゃって、はい、あ、やばい、許可取んの忘れてたと思ってで確認して、あ、全然いいよみたいな形。確かにそういう伸び伸び感がありましたね。なんか、後ろに普通に堀さん映ってた。監督もコーチもみんな映って、それをなんか、こいつらいつまでやってんのかなって多分思ってたんじゃないですか。はい。本当練習後に遊んでるみたいなね。雰囲気も。そうです。あれが、声返し TV のいいとこですもんね。いやみんな楽しそうにやってくれたんで。最終日、ね、最終日っていうかあれか、シーズン終わってからの練習の後だったんで、まあ取りやすかったっていうのはありました。そうですね。もうここしかないと思ったんで、声かけてもうすぐに、僕めちゃくちゃ YouTube 見るんですよ、本当に、いろんなサッカー系だったりとか、はい、だからもう、はい、この企画やった方がいいなっていうのがあったんで、全部あのバレー、サッカーバレーみたいなのと、イングランド式と旅館のボレーっていうのはもう全部頭に入ってたんで、はい、勝手にこれやりましょうみたいな感じで、今回も自主トレで撮られてるということですよね。ちょっと初めてその試みなんですけど、Vlog 的なのをやったことがなかったので、はい、で、サッカー選手の見たい、それってどういうのやってるのかみたいな、あの、本当に走ってるだけです。走ってるだけなんで、その、いやいやいや。絵面が変わらないです。ずっとグランドこう走るんで。でも逆に絵面が変わらないぐらいずっと走る、走ってようやっと、フルシーズン戦い抜ける総力になるんだぞっていうのにもなりますもんね。まだその土台でもこんだけやんなきゃいけないんだぞっていうところがあるんで。お二人ね、気づいてないかもしれないですけど、そういうのすっごい見たいんですよ、我々。本当ですか？はい。そして面白くないとかって思わないでください。昨日より顔が締まってるとかめちゃめちゃ面白いです。本当ですか？はい。皆さんぜひ、あの、前日の。井上真央さんだけじゃないんですか、その楽しさ。いやいやいや、井上真央さんだけじゃないですか。みんな。自主トレってやっぱ、あの、追い込むんだっていうのが伝わってきます、言葉じゃなくて。ぜひ昨日のライブ配信と比べてみてください、皆さん。はい、うん、今差し込んどきます、ドン。ほらあすごいすごい。ほらどうやってやるんや。やりたい。学びたい。ドンやりたい。我々初めてやりました。張り切ってやってみます。いやでも本当にそうですね。でもまあ、あの、自負があります。日本一やってる自主トレキャンプっていう、はい、本当に遊ばないんで、
本当に嫌がるんですよ。カズさん、その名前出す。カットです。まだカットです。出せません。カズさん多分海外ですから、日本一は関係ないじゃないですか、はい、海外で。あ、そうですよね。海外でやって。ね。今年大阪でやって。今年大阪だけど、それは一旦置いといて。あ、一旦置いて、そうですね。まあ、キングなんでね。はい。そっか、大丈夫。大体大丈夫。危ね。あの、日本2番目になってるんで。そういう気遣いのところがすごいな。でも本当に、でも本当に嫌がるんですよ。もうあの今までも2人だけじゃないパターンもあったんですけど、はいはい、みんな明日何やるんですかって聞いてくるんですよ。それぐらいもう明日一部とかになんないですかみたいな。はいはい、ちょっとね、今回もあれですもんね、あのベロノスクロスの、あ、ベロスクロノスですか、ね、あ、ベロスクロノス、ごめんなさい、はい、で今日も一人午後をやってたんですけど、アジリティ系のちょっと30分やり続けるっていうのがあったんですけど、はい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 、それをやってその後リフティングでちょっと遊ぶみたいになったんですけど、うん、その時にその子足つりました。え、メニューは決めてるのは？あ、全部僕が決めてます。梶川フィジカルコーチが、はい、フィジコなんで、この時だけは。なんだ。だからフィジカルコーチになったら一番嫌われるタイプだろうなと思って。全然なんかディスカウントしてくんないし。はい、よくあるじゃないですか。はい、もうあと一本少なくとかみたいな。僕もだって言ったら逆に。やる、自分でやるんですもんね。やった時にフィジカルコーチに対して、はい、あと一本使うみたいなとか、あと一セット使うみたいなとか言うタイプなんで。はい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 、で僕逆にフィジコになった時にそう言われても、やりません。そう考えるとこうお二人のこうキャラクターやっぱりすごいマッチしてますよね。小池さんは社長系だし、どう考えてこうリーダーシップでこう引っ張っていくタイプだし、そこも梶川さんがいるからできるっていうのもあるし、いやいや、もう引っ張っていってもらってるんで、会社とかやるんでしょ、会社とかやるんでしょ。今後ね、対して、ねえ、まあ、一応なんかあの、はい、テクコネクトも法人なんです。あ、そうか。一般社団法人で。はいはいはい。で、YouTube は一応別の合同会社でやってる。あ、そうなんだ。キッチンカーとかも。はい。あ、そっかそっかそっか。はい。まあそこでやってるんですけど、まだ、どうもこうもないんですけど、一応形だけは取ってます。なるほどな。コントやるときはいつでも台本書きますんで、僕が。本当ですか。ええ。コントに挑戦してみたら、なるほどね。あ、それちょっと、いいんじゃない？ チャンネルで。ね。それをエマーさんが書いた。ちょっと、ちょっとプレッシャーだな。つけてもらってるところで。本当に。それはちょっと。これ言っちゃいましたね。これまだでもなかなかね、コントサッカーで。いや、やっていただけるなんてそうですよね。ないよ。で、これあの、森田選手とか、山本理人選手とかにも。おっしゃっていただいて、ああのもう使えない使えない。やめてやんなわけない、そんなことない。でも梶川選手なんかはだっていつもフレーズも切れてるし、やっぱ関西人だし、そこはなんか僕ごときに書かせないんじゃないですか？ご自分で。本当にやっぱりもうプロの方に書いてもらったやつをやってみたいなと思うんで。いいよそれ。いや本当これでもマジでやりたいです。ちなみにあの結構あるガチモードになっちゃいます。漫才とかコントとかそういうのはなんかあるんですか？ピンネタがいいみたいなとか。いやもうそれはもうコント2人でやらせてください。コンビとか僕もそれこそもうあの、はい、漫才とかああいうのもめちゃくちゃ見るんで。そうでしょ。あ、そうだ。かけるんじゃない？寝る時は、いやかけないです。寝る時はもうほんと YouTube 流しながらいつも漫才とか見ながら寝てるんで、へえ。一回梶川作と小池作で一本ずつ書いてくださいよ。いちょっとほんまにそうなってきたら話変わってきます。急にうろたえます。そうですね、コンディション落としてる場合じゃないんで、ね、ああちょっとすいません。いやちょっとそれはいやもういつでも俺がボケになるのかな。そうじゃないと僕はもうボケの無理なんで、まあね、基本ツッコミになるんで。多分そうでしょうね。いやもう、でも本当にでも、いやでも本当にちょっと井上真央さんに書いてほしい。じゃあちょっとそのプロジェクトスタートということで。はい、やったー。だって打ち上げも居酒屋であの回してもらった。ああ、そうですね。
打ち上げのやつ、ね、ました。あ、そうですね。反省会みたいなのもしながら。わかりました。だ鬼滑りしても、だからあれですもんね。井上、いや、井上も。いや、そう。そういうことですよね。そういうこと。あの、滑るのとか慣れてますんで、もう。体勢ついてますんで。はい。死なないんでね。めっちゃ楽しみ。笑いって滑っても死なないんで大丈夫ですね。はいはい。いや、すごいな。口、口乾くだけなんで。やっぱり3分ぐらいのコントで始まって20秒ぐらい口カラッカラになったりするんですけど、でもやんなきゃいけないですよね。やっぱりね、90分走んなきゃいけないですね。お二人もね、一緒ですよ。やめれないですね。やめれないですよ、ね、諦めれないですね、漫才とかで喋りは修正聞くんですけど、コントはもう設定なんでね、もう 20分でダメだったらもう絶対ダメなの分かるんでね、最後まで。ああ、そういうことですね。学んでる。でも戦い続けないといけないですね。そうですね。ちょっと声大きくしてみたりとかするんですけど、やっぱ何もなんないです。あ、でもダメなんですね。ダメなんですよ。先生、いろんな企画をコイカジ TV さんで見たりする Vlog 楽しみですね。そうですね、あと何かもそう初めてやってるんで、うん、それも Vlog もうまくいってるのか分かんないですよね。楽しみだよ。これを機に見る若とも仲良くしてください。いやもうこちらの本当セリフで、いやいや、登録者ももうびっくりするぐらい少ないんで。そんなこと申し訳ないです。もうなんかありがとうございました感じですからね。いやいや本当にこれまた定期的にちょっとご出演いただいて、ね、いやめちゃくちゃありがたいです。もう毎月出ていただきたいぐらいで。いやもうそんなんもう本当にお願いします。恋カジ通信、恋カジ通信。いやいけるかなあいつら。あいつらできることある。お前らちゃんと試合走れよ。でもいやマジでいろんなこと一緒にやっていただきたいなと思います。いや僕もなんか、まあさん、いや、いろんなね、こう組み合わせとかでも、この小池さん中心とか見てみたいなってのがあって、うんうんうん、これ、あくまで僕の願望ですけど、やっぱり、小池さんと宇賀神さんっていう、浦和のユースコンビの、あと、じゃあその対談形式で言うんだったら、やっぱ、梶川さんと阿部寛之さんね。確かに。そうですね。半額ね。阿部と、はい。ここね。いや、もう、はい、もう、半額のキングだったんで、本当に。そうですよね。あとでも僕本当にずば抜けてたんで、本当に。いや、そうです。でもその人にパス出せたのは誰ですかって。いや、でもあれですよ。普通のパス出したら点取ってくれてたんで。いや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 。それぐらい強烈でしたね、本当に。あとそれこそ今チーム変わっちゃいましたけど、お二人とも一番組んだ回数多いんじゃないかなと思う、やっぱり岩安選手。まあもちろん梶川選手にとっては大学時代もそうですね。まあ大学からですからね。はい。とか、もそうだし。うん、おいって感じ。今だけは僕ちゃんとあの後輩っぽいですね。あ、そうなんだ。大学からやからかなと思いますけど。ああ、そういうところ。本当それこそあれですよ。佐藤涼河とかも、うんうん、最初はもうあの一昨年から純くんの前室参加でか純くんにちょっと可愛がってもらってて、で僕が小池組っていうの分かってたんで、去年一緒に最初やって、まあ、でも結局。最終的にはもう俺のこと出て舐めるからな、みたいな話で、いやもう全然そんなことないんで、僕はもうそんなしないでって言ってたんですけど、もうほんと最後とか普通に廊下忘れて言われて、バーンって肩ぶつかって、ええっていう。素晴らしい懐。いやー、なるほど。でもやっぱりストライカーはね、佐藤涼河選手、それぐらいや、ね、ね、やっぱ人材じゃないとやっぱり。ね。でも、廊下の、写真しかやってない。見たことない。僕以外はやってない。やっぱそれは器なんですよね、きっとこういじらしてもらえるっていう、ね、まあ、あの反応するっていうのが分かってると思う。ああ僕は。そっか、なるほどね。やってきたら反応があるっていうので多分面白がってるんじゃないかなって、はいはい、突っ込んでくれるし処理してくれるし、ね、笑ってくれるしっていうことでも来て、僕はもうでも来てくれた方が可愛いなって思うんで、はい、そうですよね、そうですよね、はい、素晴らしい先輩ですね。いやいやいや、ちょっと被害者ツッコミのコントの方がいいですね、多分ね。いや、やっぱりプロジェクトが進行して描いてますもんね。おかしいでしょみたいな方がいいのかな。いや、すごいお時間になっちゃいましたね、先生ね。そうですね。いや、永遠に聞いていたいですけども、ね、ジューシーなんですね。確かにね、そろそろ。ね、またちょっとまだ話し足りないところもあるので、開幕前にもう一度、ぜひぜひお願いします。いただいて抱負等々もそこでちょっとお聞きできればなと思いますね。そうですね。すいません、初めてなんで聞きたいこと多すぎてね、こっちも、ね、そうなんです、まとまらない、なんかあれになっちゃいましたんで。ありがとうございます。すいません、僕らが喋りたかったんで本当にありがとうございます。ありがとうございます。こちらこそなんかね、もっともっといろいろ聞きたかったですけど、ね、それはね、取り留めもなくなっちゃいそうなんで、うん、今日はちょっと
ご挨拶がてら仲良くなれたということで、そうですね、ありがとうございます。じゃあちょっとまさにちょっとお二人無事に食事とかも行けたらなと思います。あ、嬉しい、あ、ね、よろしくお願いします。ぜひ東京ですもんね。東京で、はい、はい、我々ももう F コネクトですからいやいやいや、じゃあもう書きましょうか何のプラスにも、何のプラスにも、事件を起こして迷惑かけるだけですよ。すいません、お二人の、はい、ね、ファン、サポーターの皆さん、いろいろなんかご迷惑かけて、すいません、なんか面白くしようと思った結果なんで、はい。いやありがとうございます。嫌いにならないでください、ミルアカのこと。暖かいんで、ベルディサポの皆さん、暖かいんで。ありがとうございます。ということで、うん、今日は自主トレ中にもかかわらず、登場していただきました、恋カジのお二人、また出てくれるかな？いいと思う。これで当てんの？ありがとう。いい、頑張ってください。ありがとうございました。またお願いします。